注文に忠実にできるようになるとやっぱ 4,5 年とかそれぐらいはかかるかな。木目がまっすぐで節のないものを使うっていうのが大前提です。ここで木目がこう曲がってるようなこういうものはバットには適さない材料で、木目がまっすぐじゃないとこう斜めになってるとボール打った時にそこで折れてしまうんで、見てもらったら分かると思うんですけど全然音が違うと思います。まあやっぱしっかり詰まってる、かなり詰まってるっていう。最初1メーターほどでバットは84、5センチとかがまあ標準なんですけど、野村克也さん、これは新井さん、これは誰かでリーディングヒッターになりましたし、はい、これは阪神の掛布さん、これはロッテ時代の落合さんなんです。掛布さんはここへ何回かシーズンオフにバット注文に実際この工場へ見えて、でいろいろ手で触って、まあ今季はこうだったけど来歴がちょっとこの辺をバランス変えてみようかとか、いろいろその都度お話し合いのもとに変わっていきましたね。素材が一本一本違いますんで、それをうまく木の特性を生かして、それをその本人の希望するバットにするということが、これが楽しくもあり難しくもあり、まあそれがやりがいかもしれませんね。アマチュアバット使ったバットを、まあ、末永くプロ行っても使ってもらえるのがこれは夢ですけどね、うん。